はい、こんにちは。ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、はい、報告動画という形になります。サムネで気づいた方ほとんどだと思うんですけど、今回なんとヒカクゲームズチャンネル登録者数1万人達成いたしました。いやー、嬉しい。こんなことがあっていいのかという感じなんですけど、なんとですね、チャンネル登録者数5桁達成いたしました。いやー、なんか、まだ全然信じられてなくて、もちろん YouTube 全体から見たら1万人っていうのはそんなに大きな数字ではないですし、普通の人が見たら1万人かって思うかもしれないんですけど、僕からしたらですね、本当に今までこうやって、積み上げてきたものが、1万人にもなったというのは、本当に嬉しいなと思っていて、で、ちょうどですね、動画配信したのが、8月の頭だったんですけど、そっからですね、丸4ヶ月、ほぼほぼぴったり4ヶ月で、1万人達成することができました。そう考えると、本当に1ヶ月2500人ペースぐらい、最初の1ヶ月ぐらいって、1000人も伸びなかったんで、そっからの伸びがすごかったんですけど、やっぱり、ならすと2500人ペースぐらいの方にですね、見ていただけたっていうのは本当に嬉しいなと思っております。この1万人っていう重みがやっぱりこの4ヶ月自分でこう動画配信してきたからこそ、多分他の人の見る100万人ぐらいの価値に僕は感じてるんですけど、それぐらいすごく嬉しいなと思っております。はい。で、今日の動画はですね、そんな感じでいろいろお話ししていこうかなと思ってるんですけど、最後まで聞いてもらいたいんですけど、最後まで聞いてもらった上で、ぜひですね、皆さんの、コメントなどもお待ちしております。今までの感想とか、これから期待することとか、ご指摘でもいいですし、ぜひぜひコメントお待ちしております。はい。で、僕はですね、やっぱこのチャンネルをずっと言ってるんですけど、ウィリアプリ好きが集まるコミュニティにしていきたいと思っていて、なぜかっていうと、やっぱりですね、なんか一つのことに、夢中になってっていうとあれなんですけど、熱中して、僕らで言うとやっぱ今、ウィリアプリ、すごい面白くやってると思うんですけど、せっかくやるのであれば、自分の大事な人生の一つを使ってゲームをやってる。別にそれ僕悪くないと、悪いことだと全く思ってなくて、それが行き過ぎちゃうと、またいろんなものに支障が出たりして、それがいいとは言えないんですけど、やっぱ人生の趣味として時間を使うっていうのはすごく重要なことだと思っていて、で、どうせやるなら、やっぱ楽しくやりたいし、で、楽しくやるためには、効率的な情報とかを得て、イベントもたくさん進めたいし、いい選手も手に入れたいし、っていう感じで、いろんな情報交換をすることがすごく大事だと思ってるんですよ。で、それは一人でできるかっていうと、やっぱりなかなかできない部分が多いと思ってて、同じですね、今回で言うと、ウィレアプリが好きな人たちが集まることによって、自分が知らない情報が手に入ったりとか、逆に自分の知ってる情報が他の人に役立ったりとか、そういったことって本当に楽しいし大事なことだと思ってるんですよ。で、そのコミュニティを、YouTube、僕のこのヒカクゲームズというチャンネルで作りたい。で、僕もあくまで、そのコミュニティの一人として、こんな選手強いですよとか、スカウトこんなですよとか、イベントこうやったらクリアできるよっていうのをですね、提供していける一人になったらいいなと個人的にはすごく思ってます。なので、これからもですね、日本でウィリアプリやってる人は全員コミュニティに入るぐらいの勢いでやっていきたいなとは思っておりますので、ついてきてくださいっていうよりは皆さんと一緒に引き続きチャンネル作っていけたらいいなと思っております。はい。なんかこういうこと語るのちょっと恥ずかしい部分もあるんですけど、本心でこうやって思っているっていうのもあるので、こういう節目でしか話せないのでお話しさせていただきました。はい。で、1万人行ったからといって僕は別になんか偉そうにしたりとか天狗になったりとかって気持ちは全くなくて、引き続き僕は僕でできることをどんどん情報出していきたいなっていうのと、あとは新しいチャレンジは別に登録者関係なくどんどんやっていきたいなと思っておりますので、そのあたりですね、スカウトのリクエストだけじゃなくて、こういう企画やってほしいですとか、もちろんできるかは全然わかんないんですけど、そういうリクエストがあればぜひぜひコメントいただきたいなと思っております。はい。という感じで、いやー、なんか
すごく嬉しいです。でも、何もかも全てここまでいけたのは本当に見ていただいている方々のおかげだと本心で思ってるので、そこはですね別に僕だけの力とか全く思ってないんで、本当にありがとうございます。嬉しいです。これからもですね、僕なりにマイペースに頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、ではですね、はい、じゃあせっかくなんで1万人記念ということで、もうコイン全然ないんですけど、ガチャ1回だけ引いていきますか。検証5回は引いてるので、そのですね6回目ということで1回だけ引いていこうと思います。で、黒が出たらこれからもチャンネル安泰、金が出たら、まあまあ頑張ってくれよみたいな、で銀が出たらもうチャンネル廃止に追い込まれるぐらいの気持ちで、もう黒をがっつり狙っていこうと思います。皆さんも祈ってください。いやー、お願いします。これでチャンネルのこれからの運勢が決まる。頑張れ黒出せよ。よいしょ、どうどう、いやずれるずれる、あージャンマルコ・フェラーリありがとうございました。